ようお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい、ここはね、筑豊直方駅前です。はい、筑豊電鉄のね、終点駅ですね。ここからね、黒崎方面にね、向かいます。はい、はい、こちらね、駅前のね、通りですね。向こうに行くとね、あの JR の直方駅に行きますね。結構 JR の駅からね、この筑豊電鉄の、ね、駅までね、結構距離がありますね。でパッと見ね、これなんか駅に見えないですよね、なんかね。はい、しかもなんか駅って大きく書いてないからね、もっとね、わかりやすく書いてほしいですよね。はい、このね、コカ・コーラのね、ピークシフト自販機だそうです。ジバニアン用ですね。で、下の部分がね、ウィスパー色もしくはコマさん用ですね。はい、西鉄のね、バッテがね、併設されてますね。はい、このね、西鉄グループって書いてあるね、上の部分がね、ジバニアン用で、下の部分がね、ウィスパー色もしくはコマさん用ですね。展示ブロックはおしっこ色ですね。はい、でこれね、見てください。電柱のね、電柱がね、腹巻きをしています。これ腹巻きですね。千葉にあんな腹巻きにそっくりですね。おしっこ色なんで、ボーボーした方がいいですね。まあでもこれボーボーしちゃうとね、大便じゃなくて大変なことになっちゃうからね、しちゃいけません。ボーボーするのは千葉にあんな腹巻きだけで十分ですね。はい、見てください。三角コーンがあります。ジバニャン色ですね。はい、猫じゃらしもありますね。そう、ジバニャンはね、猫妖怪でね、この三角コーンがジバニャン色だから多分猫じゃらしがね、周りにあるんでしょう。はい、正面のね、建物はね、年金事務所ですね。はい、マナーを守って綺麗な環境、ゴミを捨てるとね、法律により処罰されます。なんで、ね、ゴミはね、適切にね、ゴミ箱とか焼却炉に捨てましょう。ジバニャンの腹巻きもね、こういうとこ見ると捨てたくなるんですけど、ここに捨てちゃいけないんでね、ちゃんとゴミ箱か焼却炉に捨てないといけないですね。はい、ということでね、今日はね、太陽ボーボー快晴の日のね、筑豊直方駅前でした。はい、それではさようなら。ボー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